勝利を祝う、クーデター支持者たち1953年のイランの、クーデターとは、1953年8月に、イランで起きた軍事クーデター。モハマド・モサデック政権はこのクーデターにより、失脚、親欧米のパーレビ国王派であるファズロ・ラ・ザ・ヘディ、将軍が首相に就任した。後に公開された、機密文書でイギリスとアメリカがこのクーデターに、関与していたことが証明された。 モサデク政権以前、イランの石油産業は、イギリス資本のアングロイラニアン石油会社が独占していた。だが、1951年に、モハンマド・モサデクがイランの首相に就任した後、すぐに石油会社を国有化しようとした。この行動は、ソビエト連邦に利する動きとみなされ、アメリカとイギリスから警戒されることになった。しかし本当は、 モサデクとソ連の関係は良くなかった。1953年8月19日、パーレビ国王の支持勢力が集まり、大規模な反政府デモが行われた。イラン陸軍もパーレビ国王を支持し、同日夜には、モサデク政権の要人は監禁されるか逃走した。ロシアの国営メディアである、ロシアの声によれば、モサデク首相の家はクーデターを支持する軍が、 複数台の戦車を含む部隊で攻撃したため、破壊されたという。クーデターの後は、ファズロラザヘリ将軍が首相に就任した。モサデクモト首相は、死刑判決を受けたが執行されず、その後自宅に軟禁されて1967年に、テヘラン近郊の自宅で死去した。その後、パーレビ国王は、イランの実権を握り西側諸国と友好関係を保ったが、 1979年にパーレビ国王はイラン革命で失脚し、親欧米派のパーレビ国王による独裁はクーデターから27年で終了した。2000年、マデレーン・オルブライト国務長官はモサデク政権の失脚にアメリカが重要な役割をしたことを認め、またこれによりイランの政治的発展を妨害することになったと述べた。2009年6月4日、 バラク・オバマ大統領は中東歴訪中に訪問したエジプトのカイロでの演説で冷戦中民主的に選出されたイラン政権の転覆に米政府が関わっていたと発言し在任中のアメリカ合衆国大統領としては初めて1953年のイランクーデターにアメリカ政府が関与していたことを正式に認めた2013年8月19日 ジョージ・ワシントン大学の国家安全保障公文書館は1953年のイランクーデターを中央情報局が主導していた証拠となる公文書を公開した。NSA によれば今回公開した文書は2011年に機密指定が解除されたものであり、CNN は CIA がクーデターに関与したことを明示する初めての公文書だと報道し、AFP は 公開済みの文書の中で、クーデターへの CIA の関与を最も明確に認めるものだと報じた。2016年5月17日、イラン議会はクーデターへの関与を含む過去63年間に、アメリカから受けた精神的、物質的損害への保障を請求する法案を賛成多数で可決した。損害には、クーデターの他に、イラン・イラク戦争でのイラク支援、 1980年代末の石油施設破壊などが挙げられた。この法案は賛成174反対7で可決され、アンサリ副大統領によれば、イラン国内の裁判所はアメリカに500億ドルの支払いを命じたという。CIA はイギリスの秘密情報機関と協力して、パーレビ国王派によるクーデターを企てた。 モサデク首相就任直後の1951年から CIA はクーデターの計画を開始し、この計画にはトペイジックスプロジェクトと暗号名が付けられていた。CIA の目的は石油の国営化を進めるモサデク首相を排除して、またパーレビ国王の意思や権力基盤を強化するためファズロラ・ラザ・ヘリ将軍を首相にすることだった。 CIA はイギリスの秘密情報機関と協力して、クーデターの準備として、世論を反モサデク首相へと傾け政権を弱体化させるために、メディア、宣伝ビラ、装飾者などを利用したプロパガンダを行った。また、ザヘリ将軍が首相に就任してから2日以内に秘密裏に500万、アメリカが収穫ドルの資金援助を行った。フィナンシャルタイムズの報道によれば、 1952年代後半にイギリスはアメリカ政府に対し石油を国有化しつつあるモサデク首相を出脚させる計画を支援するよう求めていた。この証拠となるメモは2017年5月17日に機密指定が解除されたものだった。NSA のマルコム・バーンとテュレーン大学のマーク・ジェーカシオロースキーによれば1952年のチャーチル政権は 軍事行動を含む、あらゆる実行可能な手段を実行に移してでも、イギリスの石油会社の支配権を取り戻そうとしていた。しかしアメリカ側、トルーマン政権は、この根拠に乏しいクーデター支援に消極的であり、イギリスはイランの共産主義と戦うためだと、無理やり説得した。トルーマン大統領とディーン・アーチソン国務長官は、クーデター支援を拒否したが、 当時制作スタッフのリーダーだったポール・ニッツェは、クーデター計画の第一歩として、キャンペーンの実施を提案し、イギリスによる石油支配反対派の指導者であるアヤトラ、アボール・ガーセム・カシャニと、共産主義の政党である大衆党を標的として挙げた。だが、イギリス側は、この提案を受け入れず、任期終了が迫るトリューマン政権に決断を求めた。12月3日のメモによれば、 当時のイギリス大使館のナンバー2だったクリストファー・スティールは春がクーデターに最適だと述べたという。AFP の報道によればイラン国民はこのクーデターをアメリカの二重基準の象徴とみなしており、アメリカは自由の擁護者を辞任しているが、石油など自国の利益のためなら他国の民主的政権の排除も辞さない国だと考えているという。一方、CNN の記事では イランの政治家や宗教指導者はこのクーデターを反米感情を高める材料に使用しているとの意見がある。第6代イラン大統領であるマフムード・アフマディ・ネジャードはクーデターで CIA が犯した犯罪について謝罪するようアメリカに要求した。ありがとうございます。